聞きたいことがあるんだけど、失踪した学者がどこに行ったか知ってるか？グラマパラのことか。うん、そうだな。何日か前に晩ご飯を食べてた時、彼らのうちの一人が道端でキノコや木の根を食べるとか言い出すのを見たがね。もちろん軽い気持ちで口に入れていいものじゃない。他に何かなかったか？他はもうないと思う。すまないね。村で失踪した学者たちを見なかったか？わあ、なんて迫力のある目力。あなたとっても喧嘩が強い系の人でしょう。話をそらすな。そうだったね。グラマー、いや教学者か。最後にあの人たちを見たのは5日くらい前だったかも。私寝るのが早くて夜のことはほとんど知らないんだよね。でもあの人たちのことは結構好きだよ。精神状態はちょっと変かもしれないけど、前に助けてくれたことがあるから。あの人たちがいなかったら私の家も崩れてたかもしれない。お前もおじいちゃんたちがいい人だって考えてるのか？おじいちゃん？あれ、伊沢ちゃんじゃん。それって亡くなったおじいちゃんによく似てるあのお年寄りのことだよね。実は家を守ってくれたのその人なんだ。この目でちゃんと見てたから間違いないよ。あの日私ん家の近くにあの人がいて、地面を触りながら何かをしてた。今思い返してみても本当不思議だな。誰かにああいうのを教わったのかな。何はともあれ、ずっとあの人や他の人たちの心の中で他人を守るようにって教えてきた人に感謝してる。だってもし私があんな風におかしくなったとしても、きっとああはできないから。そっか、教えてくれてありがとう。ジェバーリおじさん、俺のおじいちゃん見なかった？村でずっとぼーっとしてた人なんだけど。お、イザークか。お前のじいちゃんは、うん、そういや長いこと見てないな。前は道端でぼーっとしてるのをよく見たんだ。嫁からは止められてたが、俺の作った料理を食べてみないかって誘ったこともある。わかるだろ？あいつらを怖がる人も少なくない。俺の嫁もそうだ。っていうかまあ、俺の嫁はいつも俺に、解消なしって文句を言ってくるんだ。だから俺が何をしたって気に障るのかもな。気にかけてくれて、ありがとう。なんてことないさ。じいちゃんを探してるのか？まさか、どっか行っちまったのか？うん。おいおい、なんてこった。もし見つかったら、今度は一緒にうちに来いな。また料理を作ってやるから。俺はお前が幼い頃からずっと面倒を見てきたんだ。ここまで来たら、半分家族みたいなもんさ。遠慮はするな。いい人だな。ありがとう、ジェバーリおじさん。今は話すな。イザーク、ちょっとここにいてくれ。俺たちはあっちだ。足音を立てるなよ。あいつらが何の話をしているのか聞こう。聞いたか？俺たちの信じる偉大なる主、スカーレットキング様がもうすぐ復活するらしい。もちろんさ、スカーレットキング様はこの土地の主だ。俺は一回も他の神なんかを信用したことはないね。だが、もうすぐ復活するとは聞くが、暮らしには何の変化もない。何か根拠でもあるのか？あんた気づいてないのか？村に送られてきた狂人が普段よりも多かっただろう。デリワーから聞いたんだけどな、スカーレットキング文明が崩壊する直前、地上には狂気に陥った人々が大勢現れたらしい。理由はわからないが、
狂気はいつもスカーレットキング様と関係があった。あの狂った学者たちがいなくなったのも、もしかしたらスカーレットキング様と関連してるんじゃないか。俺が思うに、あいつらはスカーレットキング様復活の生贄になったに違いない。そう言われると確かにそんな感じがしてきたな。そりゃつまり俺たちもいい暮らしができるようになるってことか。当たり前よ。今に見てろよシティのやつら。今の話最初から詳しく教えてもらおうか。ウギ、誰だ、どこから現れた。聞こえなかったか。俺はさほど辛抱強くないんだ。おい、こいつめちゃくちゃ怖いぞ。いつでも俺たちをやれるみたいなオーラだ。こいつとやるのはよそ、勝てるはずがない。すいません。その、何を聞きたいので。スカーレットキングの復活、これはどういうことだ。その、こっちも人から聞いた話ですけど、ある日酒を飲んでたら誰かがこういう噂を流してたんです。狂人は消え、スカーレットキングが復活し、再びこの地に君臨する。別に作り話じゃないっすよ。早く全部言えって。本当に本当なんですって。砂漠の民は前から強霊院の奴らにはうんざりしてるんす。狂った奴らをこっちに送ってくるでしょ。俺たちだっていい暮らしができないし、もしあんただったらこんな生活を受け入れられます。過激派はこのことを聞いて俺よりも喜んでましたよ。みんなスカーレットキング様が早く帰ってくることを願ってます。デリワーはスカーレットキング様が復活すれば防砂壁の方の土地が攻め落とされるのも時間の問題だって言ってました。スカーレットキング様の下で先行を立てようとみんなやる気満々っす。そうか。おい、まだ聞きたいみたいだぞ。もっと言った方がいい。おう、実は俺も酒の席の話なんか信じられないと思ってたんすよ。でも最近ここに来てた驚愕者が大勢失踪したでしょ。噂と完全に一致するんですよ。俺がその噂について話してたからって手を出すのはおかしいっしょ。だってそれじゃこの地にいる人間はみんな有罪ってことになります。みんな俺と同罪だ。ここの人はみんなスカーレットキングを支持してて送信を嫌ってるのか。お前の言った過激派の者はどこにいる。ここ数日は見てませんけど、多分村にはいないと思いますよ。なあ、あんたは見たか。いや、俺たちは嘘なんかついたことがない。本当にここにはいないんだ。聞いたところ、過激派はお前たちとあまり仲が深いわけではないようだな。もちろん名前を知ってるってだけだ。いいか、お前らの口を閉ざす方法ならたくさんある。無論、垂れ込みをさせないようにする力もな。おとなしく家に戻り、また互いに連絡を取ろうなどとは、決して考えるなよ。この件の調査が完全に終わるまでは、軽率な行動を取るな。さもなければ、キャンディスですら、お前たちを守れないだろう。わかりました。しかと心に刻んときます。さっきはびっくりしたぞ。セノってすっごく怖いんだな。ふん、全く否定しないな。すごく慣れてるぞ。いろんな人に言われてきたんじゃないか。聞こえてるぞ。マハマトラの仕事と責務とはこういうものだ。さっきの噂は手がかりの一つになるだろう。だがまだ多くの場所に行く必要がある。いいだろう。おーい、イザーク。うん、いるよ。お前の祖父の家はどこだ。
俺が案内するよ。みんなついてきて。おじいちゃんはいつも一人で、たまにぼーっと空を見てたり、指で地面をいじったりしてたんだ。たまに大声で叫び出したりするから、みんなおじいちゃんを怖がってた。でも俺はいい人だって知ってる。俺の本当のおじいちゃんみたいな存在なんだ。ここがおじいちゃんが普段住んでる場所だよ。なんか寂しい場所だな。いや、ここ？あ、もしかしてあの匂いか？大丈夫か？頭がクラクラしてないか？具合はどうなんだ？俺にすらわからない匂いがわかるのか？前にもこれと同じようなお香の匂いを嗅いでこいつ気絶したんだ。その後ティナリに助けられて長い特訓をしたんだけど。お前たちはティナリを知ってるのか？え？お前も知ってるのか？友達か？ああ、精神を集中させると確かに香の匂いがするな。もしかしてお前もティナリのところで特訓したのか？いや、その必要はない。前にティナリの家でこの匂いを嗅いだのか？森、学者。何を探してるんだ？あった、これを見ろ。おい、何も見えないぞ。かすかな痕跡だ。砂でほとんど隠れているが足跡だよ。おそらく成人男性の足跡だろう。この模様、この辺りでよく見かける靴のようだ。ということは村人だな。匂いもとても薄くなっているがまだ残ってる。この足跡は外に向かってるな。でも一体誰がおじいちゃんを探してるの？友達はいなかったと思うんだけど。それは香を使ってお前の祖父を誘い出した者に直接聞くしかないだろう。え、匂いなんかで人を連れ出せるのか？美味しい食べ物が好きで何が悪いんだよ。みんな自分の好きなものがあるだろ。ああ、そして学者はほとんどが香の匂いを好む。噂ではこういう香りは心を落ち着かせ知識の探求を助けてくれるらしい。この匂いに釣られたということは、たとえ狂気に陥っていてもなお知識を探求していた歳月を懐かしむくらいはできるんだろう。おじいちゃん、そんな弱点を利用するなんて。でもこんなことして犯人にどんなメリットがあるんだよ。噂は本当だったってことか？狂った人をわざわざ連れて行くなんて。あの過激派と何か関係があったりしてな。可能性は少なくないだろう。おじいちゃんを助けて。悪いことなんて絶対してないんだ。お願いだから助けてあげて。こうなったら連れ戻しに行こうぜ。安心しろ、イザーク。悪い奴らはオイラたちがやっつけるからな。まずはアール村に戻って関係する奴らに報告してやってから人探しに行こう。そうですね、やっぱり色の濃い服の方が綺麗です。私も欲しいですね。戻ってきたぞ、キャディス。新しい報告があるんだ。お帰りなさい。あんたらもう仲良くなったのかよ。デシアもいたのか。
それで順調なのか。ああ。ん、アルハイゼンは一緒じゃないのか。オイラたちも全然見かけなかったぞ。うん、村の入り口であいつを見たから、てっきりあんたたちと一緒に行動してるもんだと。まさか単独で調査してるのか。それで収穫はあったのですか。なるほど。誰かがあるお香を使ってアール村に追放されていた学者を連れ去った。スカーレット・キングの復活？そんなこと私は聞いたこともないけど、あんたたちが言ったお香だが、私が知る限りあれは防砂壁の向こう側だけで流行してるやつだ。お香は普通学者の愛用品なんだが、この近くにまともな学者なんてほとんどいないからな。いい値段じゃ売れないのさ。しかもお香はすごく綿密な製法じゃないと作れない。難しくて大変なのに儲からないような仕事、砂漠じゃ誰もやらねえよ。だからこの件はきっと防砂壁の内部からの指示を得てるんだと思うぜ。理にかなっているな。じゃあオイラたちはどうすればいいんだ。教練院の近くに行って手がかりを探すか。いつもならそういう展開になるかもしれないが、今日は私がいる。あんたたち得したな。さっきこの情報をあんたたちに告げたやつは、酒場でその噂を聞いたんだって言ったな。実は私も酒場で飲むのが好きで、過激派についてはまあまあ知ってるんだ。確か過激派の代表はデリワーっていうやつだ。丸めの肉屋エンギル、アバタズラの大豪盗デリワー、そしてヒゲのシャムシールジェバーリ、結構有名なやつらさ。こいつらの特徴はみんな金に困ってるってとこだ。暮らしがうまくいってねえやつほどスカーレット・キングを信仰する。やつらにとってスカーレット・キング復活は教練員を転覆できる唯一の機会なのさ。スメールをめちゃくちゃにすることでしかここの生活を根本的に変えることはできない。やつらはそうやって考えたから過激派になったんだろ。傭兵の仕事をやっていく上で情報収集は必要不可欠なのさ。酒に費やした金は少しも無駄になってないぜ。なら早速。おっと待て、セノ、あんたはアール村に残れ。なぜ。アール村は小さな村だからな。外から来たものはすごく目立つ。すでにあんたらに関する噂が広まってるんだ。砂漠は環境が劣悪で生活も厳しい。防砂壁の向こう側なんかとは比べ物にならない。そういうところで何かしたいときは人脈に頼らざるを得ないだろ。あんたに比べれば私みたいな傭兵は三流の一兵卒に過ぎないし、戦闘力なんて取るに足らない。だけどこれは時に信頼を得やすいってメリットにもなる。人々に話を聞くとき、あんたがいちゃいろいろと説明しにくい場面が出てくるんだ。分かった。よし、なら決まりだな。旅人とパイモンは私と一緒にキャラバン宿駅に来てくれ。一刻も早く驚愕者たちの行方を突き止めよう。セノは村に残って調査を進めてくれ。うん、行こうぜ。
ここに戻ってきたな。すでによく知ってるみたいだな。いつも防災壁を見るたびに、なんでこの世にこんな高い壁があるんだろうって思うんだ。なんだか現実的じゃないみたいな。そうだな。私も小さい頃はここを通るたびにあんたと同じ疑問を抱いてたよ。この高い壁は何のために存在してるのか。そもそも風車なんか本当に壁で防げるもんなのか、大人になってから分かったんだ。防災壁は風車だけじゃなくて、私たちみたいなものも阻んでるってことに。スメールは偉大なる賢者たちによって掌握されてる。あいつらにとって砂漠の民なんかはどうでもいい存在で、必要な時にだけいればいい道具に過ぎないのさ。安い労働力、使い勝手のいい家畜、ただそれだけだ。砂漠の子供はたとえアーカーシャ端末を手に入れ知識申請を出しても、そのほとんどが拒絶される。教練員からしたら、私たちには資格がないんだろう。セタレみてえな100年に一人の天才は別として、普通の子供には全くチャンスがない。たとえ私たちも同じ人間だと奴らが本心では知っていてもな。そんな。できることならこの手でこの壁をぶち壊したいぜ。おいディシア、お前怖いことをしようとかって考えてないよな。いや別に思ってないが、ただここを通ったからそれについて話しただけだ。私たちはここで情報を探りに来たんじゃないか。そうだな、あいつらを捕まえに。キャラバン宿駅には人が多い。発言には気をつけろ。私たちの目的を知られちゃダメだ。ここに着いた瞬間から行動が始まったと思え。さあまずは酒場に行こう。私の知り合いがいるかもしれない。ふん、あいにくあいつらはいないみたいだな。え、いないのか？リシアか？奇遇だな。お前も酒を飲みに来たのか？ザキ、よかった。やっとよく知ってる顔に会えたぜ。あ、どうかしたのか？お、隣にいる二人は外国から来たお客さんかい？お、どうも。俺はザキだ。リシアの主友って言うべきか？何回か一緒に酒を飲んだことがあるんだ。よく知ってる友人さ。礼儀正しい奴らだろ。こんなに友好的で謙虚な異教人は滅多に見かけないはずだ。そうだな。防災壁の向こう側の奴らよりよほど好感が持てるよ。それでリシアは人探しでもしてるのか？近頃エンギルとデリワーとジェバーリを見かけなかったか？ああ見かけたよ。数日前ここで一緒に酒を飲んだばかりさ。実は他国との交流取引が手元にあってな、デリワーたちに手伝ってほしいんだ。どこにいるか知ってるか？そうだったのか。まったくお前はよく考えてるな。デリワーが最近金に困ってるから助けてやろうってことだろ。これはあんまり大きな声じゃ言えねえ取引なんだ。みんなキャラバン宿駅で一緒にやってる仲間なんだし、稼げる時は一緒にやるべきだろ。ネリワーたちは体つきもいいし、貨物の護送にはぴったりだからな。ありがとな、ディシア。デリワーは俺の友達でもある。そんないい話があるなら早くあいつのところに連れて行ってやらないとな。ほら、ついてきてくれ。
着いたのか？ああ、ここだ。でも誰もいないみたいだが。あいつら、こんなところで何してるんだ？聞くまでもないさ。それはもちろん、お前たちのようなカモを待ってたのさ。しまった！待ち伏せだ！ザキ、どういうことだ？おいおい、勘弁してくれよティシア。お前のアール村での言葉が俺たちの耳に届いてないとでも思ったのか？俺たちの仲間はこの異教人が村に入った時から情報を探ってたんだよ。お前がデリュアーを探してることも、お前の仲間に凶霊院のやつがいることも、お前たちが失踪した驚愕者を調べてることも全部知ってるぜ。どうやら私たちは最初から目をつけられてたみたいだな。そんな、こんなことになるならセノを村に残すんじゃなかった。お前ら一番強いやつを村に残したんだろ。今時商売を出しにして情報調査だなんて、自分が賢いとでも思ってんのか？すると、あんたはデリワーの一味ってことか。ディシア、お前みたいな傭兵は外で仕事することもあるから情報を逃すのも無理はない。俺たちのようにいつも酒場にいる連中はお前が思ってる以上に団結してるのさ。ま、お前も一つだけ正しいことを言ってたな。俺たちは確かにスメールがめちゃくちゃになるのを望んでるんだ。何しろ俺たちは誰よりも砂漠の民と凶霊院の立場が逆転することを願ってるんだからな。デリワーへの印象からして、あいつはきっとこの大きなチャンスを見逃すつもりはないだろうな。正直、もしお前が村でやってたことを知らずにさっきの防災壁に対する言葉だけを聞いてたら、俺もお前が同志だと信じるところだったぜ。デリワー、それにエンギル、あんたもいたのか。久しぶりだな、傭兵の姉ちゃん。知ってるはずだ、俺たちスカーレットキング様の支持者は誰よりも裏切り者を嫌う。ディシア、お前は砂漠の民だから、スカーレットキング様が宗神より優れていることを知ってると思ったんだがな。それがまさか俺たちに加わる資格さえなかったとは。あんたたちに加わって何のメリットがある？過激派になって関係もない学者をさらうことに加担しろってか。しかも噂がまだ全く実証されていない段階で。やはり傭兵は信仰心など持ち合わせていないらしい。ただ金で動くだけか。かわいそうに、ネズミと同じだな。ああ、確かに傭兵は金しか見ない。雇い主こそ私が唯一信仰するものだ。利益をくれるなら誰だって私の友人になれるぜ。たわごと。やっちまえ！ふ思ってた通りだったな。旅人、行くぜ！バカな！お前が、どうして？自分が情報通だとでも思ってたのか、ザキ。さっきこう言ってたよな。傭兵は外で仕事をする時もあるから、情報を見逃すのも無理はない。きっとあんたに情報を告げたやつは私のことを取るに足らない雑魚だとでも言ったんだろう。何せそいつが聞いた話は実際に私の口から出たものだからな。もちろんあんたはそれを信じる。ほとんど酒場にしかいないあんたたちは、私が傭兵であることしか知らず、実際に現場にいる姿は見たことがない。
たとえ私たちが魔物大使に行った話を聞いてもきっと主な功績者はキャンディスで他のものはお飾りだとでも思ってたんだろ。何が狩猟の獅子だ。そんなのハッタリに決まってる。あいつは自分の口で認めたんだ。あれは他のやつに近づくための決まり文句だってな。大方こんな感じか。村に俺たちの仲間がいることを知っててわざと偽の情報を流したのか。相変わらず頭が悪いな、ザキ。前に酒を飲んだ時にも思ったが、あんたらみたいに自分を賢いと思ってるやつが一番かわいそうさ。よし、これで揃ったな。おお、ディシア、お前はアール村にいた時からこのために準備してたのか。準備なしで終わる仕事なんかないさ。私はただあんたたちが外で調査してる間、怪しげな二人を偶然見かけただけだ。でもそいつらを捕まえるんじゃなく情報を流すために利用するなんて。情報を流した二人はあくまでも手下に過ぎない。首謀者を暴くには長い糸を張り巡らす必要がある。村長の家で言ったすごい迫力の名前のことか。確か丸めの肉屋にアバタズラの大豪と。あれは全部酒場で聞いた冗談さ。こいつら酒を飲むときはいつも自慢話をしてるんだ。だから自称丸めの肉屋エンギルに自称アバタズラの大豪とデリはと言った方が正しいな。人には酔い始めると本音を喋るタイプがいる。エンギルとデリワーはいつもスカーレットキングが優れてるみてえなことを口にしてたのさ。ザキはどうなんだ。自分から釣られたただのバカだよ。ザキは奴らの中でも一番見つかりにくい位置にいたんだ。元の計画では先にデリワーを見つけてからザキを探す予定だった。さっき村長の家で聞きたかったのはこれか。ジェバーリはあんたたちが声をかけた村人の一人。イザークとその祖父に料理を作るって言ってたやつだよ。あいつも過激派だったのか。いや、あいつは違う。わざと間違った名前を出して私が過去の印象から推測しているに過ぎないってあいつらに誤解させようとしたんだ。ディシアって本当にいろんな手段を持ってるんだな。さすが凄腕の傭兵だ。ちょっとしたコツに過ぎないさ。それで言ってたことは全部本当なのか。ん？どれのことだ。傭兵はお金しか見てなくて利益さえあれば友達になれるって。気になるのか。どうして。リシアも他の砂漠の民みたいに送信が嫌いなのか。あんたたちは本当に鋭いな。だが私は何も他の砂漠の民のように送信を嫌っているわけじゃない。私はドニアザードお嬢様からクラクサナリデビについていろいろといい話を聞いてる。お嬢様の敬虔な感謝の気持ちを私はこの目で見てきた。お嬢様はただの一般人に過ぎない。そんな一般人のために何度も行動するなんて本当に人を愛する心がなくちゃできないだろうさ。それに最近起こってるいろんなことを見て全ての元凶は教令院の賢者だと思うようになった。過激派がスカーレットキングを盲信して送信を敵視するのだって単に惑わされてるだけだろ。あいつらのように悪さを何もしてない奴に矛先を向けるようなことはできない。私はまだ正気だからな。
ディシア。さて、ここでの件はこれで終わりだ。旅人、ちょっと手を貸してくれるか？こいつらを縛って村まで連れて行こう。襲ってきた連中はこれで全部だ。あとはあんたに任せるぜ。わかりました。終わり次第お伝えいたします。キャンディス、手伝いはいるか？キャンディスなら問題ないさ。信じて待てばいい。それにこいつは長年アール村を守ってきたんだ。犯人を尋問するのにこれほどふさわしい奴はいねえよ。私が結論を得るまで皆さんはどうぞ近くでお暇つぶしでも。旅人、明日の朝またここで集合しよう。こいつら明日まで生きてられるといいんだがな。ディシア、来たぜ。時間ぴったりだな。もうじき終わるはずだ。前から聞きたかったんだけど、ディシアってキャンディスをよく知ってるよな。昔からの友達なのか？だいぶ長い付き合いだ。キャンディスはすごく面白いやつで、戦闘にも長けてる。強大な力を持ってはいるが、他者をたばかるような真似は決してしない。オイラ知ってるぜ。こういうのリーユエでは五徳があるって言うんだ。ああ、確かにそうとも言えるな。強い信念があるからこそキャンディスみたいなひたむきに責務を貫くやつになれるんだろう。毎日をただ生きてるだけの私たち傭兵とは全く違う。オイラはディシアもいいと思うぞ。そうか、ありがとな。セノもいたのか。ずいぶん早いな。ああ、昨日も来てちょっと手伝ったんだ。手伝い？何をやったんだ？拷問の手法を少しばかり共有した。それってキャンディスにどうやって拷問するか教えたってことか？そうだ。皆さんお入りください。部屋に入ろう。しきれていませんでしたか？知ってるか、殺意ってのは目を隠しても口元から漏れ出すものなんだぜ。私もまだまだ修行が足りませんね。しかし私が怒るのも当然のことです。皆さんなら分かってくださいますよね？分かってる。もうぶたないでくれ、死んじまう。セノの教えが良かったみたいだな。自分は死を恐れるのに平気で他人を危ない状況にさらしたというのですか？滑稽ですね。あなたたちの言う驚愕者はアール村ではグラマパラと呼ばれています。彼らはアール村の一部であり家族のように思っている者もいる。その重要な村人をあなたたちは道具として利用した。私はあなたたちをどうすればいいのかしら。おやめください。どうかご慈悲を。自業自得だな。同じ砂漠の民ではありますが、私はあなたたちよりもこの道理を知っています。スカーレットキングの復活は戦争をもたらすのみであると。戦争を好む者だの誰もいません。本当の神が誰で全てを仕切っているのが誰か、そんなことここに住む者たちは気にしていません。たとえ辛くとも苦しくとも私たちは今の生活を維持したいと思っているだけ。戦争は人々から全てを奪い去ります。そしてそれは到底背負いきれない責任となってあなたたちに覆いかぶさる。
わかりました。申し訳ございません。知っていることをすべて話します。どうかお許しを。言いなさい。信じていただけないかもしれませんが、それでも言わせてください。俺たちは決して自発的にこれをやろうとしたわけじゃありません。酒場で噂を流し、スカーレットキング様が復活することを俺たちに告げた者が確かにいたんです。その謎の人物は、驚愕者がスカーレットキング様復活の最適な生贄であると言いました。彼らの命を使えば我々の願いが実現できると。彼らのことはグラマパラと呼べ。二度と間違った呼び名を聞かせるな。はい。その謎の人物は俺たちにスカーレットキング様復活の知らせを流し、手伝うよう言ってきたんです。見返りとしてスカーレットキング様の復活を約束すると。わかりません。一。え、どういう意味で。俺の忍耐がすり減った数だ。三つ数えたらお前を殺す。お待ちよ。嘘はついていません。本当に知らないんです。あれは彼が。二。彼が俺たちに毎晩お香であの人たちを誘い出すよう言ってきたんです。そして村を出たら決まった時点で引き渡す。そうすれば謎の人物が彼らを連れ去るって。本当です。全部本当なんです。どうか信じてください。もちろん他の二人に聞いてくださってもいい。確かに本音のようだ。旅人、続けていい。信じてください。もしそいつを知ってるならさっきの時点でとっくに話してました。こんなリスクを背負ってまで隠すつもりはもうとありません。そいつはいつもマントを羽織っていて、顔も厳重に隠していて、それからスカーレットキングの使者を名乗ってました。みんな、私に一つ推測がある。アンプおじさん、それはどのような。お見事。続けろ。その謎の人物、もしかすると教令院のものかもしれない。昔教令院の人がここに住むグラマパラたちを連れて行こうとしたことがあるんだ。その時はグラマパラも村の一員であることを理由に断った。でも今思い出してみると、さっき出てきた謎の人物と目的が似ているんだ。そう言われてみれば、確かに教令員のやつが偽の情報を流し、過激派を騙してグラマパラを連れ出そうとしてるのかもな。自分勝手に人をこっちに送り込んでまた連れ戻そうだなんて、あいつらの好きにさせるもんかってんだ。また教令員か。やっぱりか。でもあいつらは一体何のためにグラマパラを連れて行こうとしてるんだ。教令員は昔から人を道具としてしか見ていない。動きにこういう変化があったのは彼らに何らかの用途を見出したからだろうな。とにかく今はグラマパラたちを探し出すのが最優先だ。そうですね。イザークも知らせを待っているでしょうし。そろそろ行こう。村を出て手がかりを探すぞ。ああ、少し片付けをしてから出発しよう。よし。キャンディスは残ってこの過激派たちの処理をしてくれ。村の外のことは私たちに任せろ。はい、わかりました。じゃあ後でここに集合しようぜ。